生きて帰って初めて一人前。それが調査兵団の通説だ。そんな中、あいつら、俺の班の奴らは何度も生き延び、成果を残した。だが、新兵の奴、俺の巨人討伐数を話したらビビってたぜ。思惑通りだな。ねえ、昔はそんな喋り方じゃなかったよね。それが仮にもしリヴァイ兵長の真似してるつもりなら本当にやめてくれない？ふん、俺を束縛するつもりか、ペトラ。俺の女房を気取るにはまだ必要な手順をこなしてないぜ。前にペトラがオルオの喋り方を芋臭いって言ったのを気にして変えたんだろう。オルオらしいな。見当違いもいいところだ。お前らは目を開けていても起きてはいないようだ。どうせ寝ぼけているならちゃんと疲れが取れるよう横になっておねんねしたらどうだ。お前いつか舌を噛み切っちまうぞ。待ってろ、俺はいつか必ず巨人を絶滅させる。